このハゲー違うだろう違うだろう。元秘書を罵倒する音声が公開された豊田真由子衆院議員自民党埼玉4区選出。今年6月に週刊新潮で報じられた直後に離党届を提出し、心身症を理由に入院した。その後は公の場に姿を見せていない。横暴な態度とピンク色の服をよく着ていたことからピンクモンスターと恐れられていたが、現在は雲隠れしている。事務所スタッフも連絡が取れない状況だという。被害を受けた元秘書は埼玉県警に被害届を出した。埼玉県の上田清司知事は8月1日の記者会見で、ほとぼりが冷めたら出てこようというのは卑怯と述べ、説明責任を負わせ、出せないなら議員辞職するよう求めた。自民党埼玉県連ホームページの議員紹介欄からは名前が消えた。党本部に離党届を出したとのことなので名前を外しました。報道が出てから県連には連絡もなく、何をしているのかは分かりません。県連関係者、豊田氏は2012年の衆院選で初当選した安倍チルドレンの一人。不祥事が続発する間の2回生いった。自民党関係者は、党議員の不祥事や失言はたくさん出たが、豊田氏の暴言が一番影響があったんじゃないか。あの怒鳴り、声がテレビで流れるたびに票が減るのを感じた。地元での評判は悪くなかったようだ。支援者の一人は言う。週末には地元で支援者と会合を開き、国政の報告をしていました。東大卒で厚労省の官僚もしていましたから、とても仕事のできる方だという印象でした。7月には本人からお詫びの電話もあったという。体調が心配だったので尋ねたら、疲れてますと話していました。豊田氏は最近になって新しく政策秘書を雇った。政治活動を再開するとの見方もあるが、豊田氏の事務所に尋ねると、迷惑をかけた支援者に秘書がお詫びに回っているのは事実ですが、それが政治活動の再開と言えるのかどうか、本人からの指示はなく、記者会見を開くかどうかも決まっていない。豊田氏は仕事の資料は細かいところまで目を通すタイプで、他人に仕事を任せられない人、関係者だったという。だが、不祥事の後始末は秘書任せ。公の場で説明するときは来るのだろうか。本誌、西岡千文。週刊朝日2017年8月18日25日号より引用。